はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、久々のアクアリウムのお時間でございます。アクアリウムね、見てて癒されると言いますか、最近というかちょっと前にですね、この左側に見えてるこの外部フィルターを、交換したんですよ。今まで使ってた VX75 テトラのね、 VX75 という外部フィルター4年ぐらい使ってたのかな、4年あるなしぐらいか使ってて、でどうしてもなんか流量はすごい下がるというので、交換ね、新しいこのコトブキの 900X というちょっとね、交換したらまあなんていうのかな、流量がすごくてですね、こう右下の方をね見たら分かると思うんですけど、砂がね、この右下のね、この辺ですよ、砂がもう思いっきりめくれ上がってしまいましてですね、これはこっからね出た水が向こうの壁に当たってこう回ってるんですよ、水がね。だから向こうに魚がこうちょこちょこっと動くと、もうあえて砂がめくれ上がっちゃってるんですよ。それぐらいもう水の力が半端じゃないです、半端ない、だからまあちょっと構図も変えようかなっていうのと、あと今日はですね、かなりとお掃除でございます。半年に1回の大掃除といった感じですね。別にちょっと水替えをすると、水もちょっとね、もうこう分かるかな、こう油膜じゃないんだけど、こう水切れがね悪くなってるね、油膜ではないのよ、膜じゃないのよ、見れば分かる、めちゃめちゃ水面透明なんだけど、ちょっともう水の汚れというか、多分中のね汚れがすごく限界になってると思うんで、水こうなったのは 2,3 日前ぐらいかな、3日4日前か、あちょっとこう取り目で、そうそう水替えだなっていうタイミングで、さらに今日はそろそろ半年に1回の大掃除の日なんで、ちょっと今日はね、その大掃除を含め、ちょっといろいろこう構図もね一気に変えていきたいと思います。で今 CO2 はねもう切ってます。うちねミドボン仕様なんで、さっきタイマーのあれを強制オフじゃないけどオフにして、ちょっとしばらく経ってもう多分 CO2 がもうすぐ出なくなると思います。であと大掃除っていうのは石とかあるんで、この下の砂とかも全然吸ってないですよ、半年間ずっとね。今年のいつかな、1月終わりとか2月とか3月とかざっくりなんでねざっくりなんかその辺で1回掃除したんです。写真も何も撮ってないんでね、動画も撮ってなかったし写真も撮ってないんで、いつしたかもう分かんない。今年は1回やってるんですよ。でそれをちょっと大掃除として今日はやっていきたいと思います。だから1回全部ね取り出します。これね置いてるだけなんで、ソイルじゃないんでね、こう砂なんで、全部石を置いて、その上に流木についたこう水草をただ置いてるだけなんですよ。だから取り出しがそのままポンと簡単にできるといった感じですね。はい、ということで、まずは、水を先に出すか、水をある程度ちょっと出して、で水草を出して、であとは掃除していきたいと思います。とりあえず、フィルターをね停止いたしました。ちょっとやりやすくするためにちょっとこれを若干奥にしまして、でちょっと水をやべ今日水をね足しちゃったんだね。今日掃除ってさ、掃除するのに今日なぜか水を足しちゃいましたね。はい、でこうやってちょっと大掃除なんでね、ちょっと砂を吸いながら、ちょっと、構図を、ちょっとお通型構図にしようと思うんで、端っこの砂を吸いながらちょっと真ん中に寄せるじゃないけど、ちょっとそういう作業的なのをしていきたいと思います。またある程度とりあえず砂を吸いながらちょっと真ん中に寄せるんですね。真ん中掃除してねえじゃんって感じ、とりあえずこっちの方にもね寄せながら、とりあえず水ある程度吸ったらちょっと水草を出します。だいぶ泡すごいよこれ。上から見るとねこんな感じ、なんか泡めっちゃ溜まってるわ。前まではなんていうかな、サーフェススキマーを使ってたから泡なんか立つことなかったんだけど、今ちょっとねこの、純正のやつを使ってるからちょっとねこうとろみがする。油膜は張ってないのよ、油膜は張ってないんだけど、ちょっとこれ結構水がやばいですね。3日4日前になりだしたのよ。あ、だからそうそう水替えかなと思ってたら一気になんか来た感じですね。これのままやっておくともう多分絶対調子悪くなるんで、もう限界なのでね、水替えも含め、大掃除でございます。ちょっとね画角を変えて上からですね、上からです。うわすごい、
すげえ、このさミクロソリムは取れないのよ。こう、ん？え？ 2 つぐらい置いたんか、2つぐらい置いた気がするけど、ちょっと流木に結構活着してますね。まあ、取れました。うわすごっ、ミクロソリウム、これは ADA の、ミクロソリウムナローリーフ、ミクロソラムナローリーフかです。元株はねジャングルプランツというので出てるんですよね。普通の水草の森ではないんで、ね、あとこれクリプトコネのバランサエ、これはまあ後ろがちょっと寂しいからっていうのでちょっと入れてあったんですけども、もう別にいらないかなっていう感じですね。もうミクロソリウムとかめちゃくちゃボリューム出たんでっていう感じです、はい、こういう感じね。100均でこう植木鉢みたいの買って、それにソイル入れて、あのあいつらね大和の前でひっくり返す出すから石をちょっと埋めてやってました。もうこれもすごい、もううわ石落ちた。これでもソイルをもう1年以上変えてないからね、うん、すごいわ。葉っぱからの栄養をすごい吸ってるなといった感じです。まあ、あとこれかアヌビアスナナプチ、これもまあいい感じに最近育って、最近ね CO2 添加を始めたんですよ。2ヶ月ぐらいとかな前、それ前切れてた、だその前に育ってたこうミクロソリウムのこうなんていうのかな、こうあの水質が変わったんだろうね。点火し始めて結構ね1秒で3滴ぐらい点火してるから、多分それで水質が変わったんだと思う。どうなってんのこれ、あトライデントできた、トライデント出てきました。こんなところもう全然日が当たらなくなっちゃったからね。ボルビディスが侵食してるこっちに、どうなってんのこれ、ボルビが侵食してたわ。あ、なんか全然育ってない、日が全く当たらなかったからね。まあ後からそのメンテナンスしながらですけどやっていきたいと思いますね、こういうのは。あ、これもあれか、ハイグロフィラか、ハイグロフィラ2つ入れてて全部枯れちゃったんだね。この辺はちょっと一旦茎を切るしかない。流木はね全部で3本あります。ボルビが綺麗だね。これが2本、メイン2本ですね。下に3本目と、これとこれはまあおまけのおまけのやつだね。全然育ってない、おまけで入れてた分なんか日が当たんないからね、日が当たんないっていうか光が当たんないんでね、はい、バケツ満タンだわ。石も出しますと、石は、これは流黄石か、ちょっと混じってますけど、この辺は青化石ですね、いやこれ流黄石だな、そうどれがどれっていやこれも流黄石だな、自分が買ったから覚えてるんだよね。この姿を見るのが本当にもう半年ぶりぐらいですね。ちょっとこう掃除をして、まあ久々ですからね、この全体的にこう砂をすくってこうやるのって半年に1回ぐらいしかしないんで、届く範囲はやってるけどね、全体的にっていうとなかなかやらないんでね。でちょっと砂をちょっと全体的にちょっと中央寄りに集めて凸型構図にするんで、ちょっと砂をね端っこのあるやつを極力吸い取りながら真ん中に盛ると、掃除しながら真ん中に盛るといった感じのをやっております。あれからね、まあ、20分30分かけまして、まあ、大体の掃除が終了しました。もう冠水も今のでもう終わりですね。大体半分ぐらいかな、冠水しようかなといった感じです。で今水槽のね表面も全部掃除して、まあこれですね、三角定規
ステッドラーというね三角定規です。 ADA でも使われてたやつですね。今はなんかどっかのあれかもしれないけど、昔はねずっとこれを使ってましたね。 YouTube にも残ってます、あの ADA の YouTube にもね。でその後メラミンスポンジね、で綺麗にしましてという感じです。でさっきね取り出した水草はこれバケツ、これ25リットルです。25リットル。そして、今回石はねこの山や石、これ ADA の山や石ですねを使って、ちょっとオツ型構図ね、トツ今はトツだったけどオツ型構図って両側にちょっと、なんていうのかな、配置するような構図でやってみたいと思います。ダメなら真ん中に凸構図にします。はい、ということで、ぼちぼちやっていきますか。水草にまだちょっと時間かかりそうなんで、ちょっとエアレーションしております。確実に酸欠になると思うんでね、結構な強いエアレーションかけております。で今水草の処理をしてるんですけど、これね大掃除なんでね、大掃除なんで、これ今こっちは左側は出した水草ね、で右側は今トリミングが終わった水からとりあえず入れてます。で特にトリミングするのはこのボルビリスがついてたこれね、これすごいのよ、でかいのよこれ。陰性水草でこの大きさなかなかないよ。でこれ 今からトリミングするんだけど、こうちょっと枯れてるようなこう元気のないやつをねこう一本ずつこうカットしていくわけですよ。ちょっと動画じゃあんまり分かんないと思うけどね、こんなんねこんな感じ。それをこう1本ずつね、こうちょっと元気がないなとかちょっと枯れてるなっていうのをこう1本ずつ吟味しながらね、このでっかいのはいいけど、あんまりでかくてこうなんていうのかな、こう間延びしてんのよ。こいつもカットしますね、まあ、合ってるかどうか分かんないんだけど、あんまり間延びしてるやつを伸ばしてても、ね、その後はもう不格好になっちゃったりとか伸びすぎてるんでね。あとはちょっと水の中に入れた時にちょっとそのままするかカットするかっていうのは考えますね。あと葉っぱがねこう全然ついてない葉っぱとかね、こういうのをカットしていくんですよ。どうしても光が当たらないとか水の流れが悪かったりするとなりやすいよね。こんなでもう見えないところをやるんだよねこれ。普段見えてるとこだったらさ簡単なんだけど、見えないところをやるからね、これ相当伸びてんね。相当伸びてんねこれ。ちょっとね、今回流木もちょっと増やすんでね、とりあえずトリミングだよね。トリミングの量が半端ないけど、でも大体の毎回同じ量カットする。これ何枯葉か、大体ね同じぐらいカットするからボリュームがね一気に減るんだよね。3分の1ぐらいになる。でも今 CO2 添加も結構バリバリしてるから多分早めに戻るんじゃないかなと思ってますね。これすごい、あ外れたな。これはちょっと後でつけよう。後でつけようっていうのを向こうにやりながらね、ちょっとこうやって一本ずつ、とにかく一本ずつよね、こう間延びしてるやつとかで、これプラスちょっとね、黒くなってるの先端がね、こういう枯れたのをもうこうやって一本ずつトリミングですよ。大変なんだよねこれ。これもダメか。例えばね、色的にボルビリスも綺麗に見えた方がいいんだよね。こう緑色にこう綺麗に育ってるやつはいいんだけど、まあ、あとあんまりこうでかく育ってるやつはカットしてるって感じかな。こういうところをこう結構こう光に当てながらやれば分かるけど、まあこんなもんかな。ちょっと後で株分けするんでね、もう相当根っこ増えてるんで、ちょっと後で株分けします。まあ、こんなもんかな。あとミクロソリウムか、はい、ミクロソリウムも、ちょっとこう枯れてる分、これでもあんまり後ろにあって育ってない分だから、まあいいか。これあんまり育ってない分だから、あんまりこうトリミングするほどでもないかなみたいな。多分ね、CO2 とか当たらないと全然あれなんだね、育たないというか。これ元株が何だったかな。これは多分ネットで買ったやつかな、全然育ってないね。活着もしてないもん。なんなら活着もしてない。相当なんか場所が悪かったんかな。
これはちょっと時間かかるな。それにこうボルビースをちょっとさっきめちゃくちゃ多くなってたんで、これ向き間違いにしないとね、新芽がね、新芽がこっちに出てるんで、これは左に伸びてくるんですよ。だからそれを、考えてこういう風につけると、そうするとこっちからこうは、ね、伸びていくんでちょうどいいかなといった感じです。で今からこの作業をやるといった感じですね。こうどこに流木を置くっていうのを考えながらやると。これだったらもう絶対右かな、右置きかなと、左どっちでも使えそうだね、うん、まあそんな感じでちょっとやっていきたいと思います。現在ですね、作業途中でございます。で、今ですね、まあ大体今中ぐらい終わったかな、中ぐらいからもうちょっと終わったかなぐらいですね。だいぶこうね、こう流木と、こう水草がこうだいぶねこう出てきたかなと。あのトリミングをさっきしたんですけど、トリミングの後の話ですね。トリミングの後に、まあ、こうちょっとずつねこう水草のこうさらにこう間引きしながらの、こういろいろ育てながらのじゃないけど、やること多いっすね、うん。でこう見ながら、あれなんかあっこおかしいぞとかね、今も気づいたんだけど、一番右のここら辺がもう根っこめっちゃボルビリスの出てるから、あこれダメだなみたいなとかね。難しいな、もうちょっとつけるのは上につけなきゃね、横に伸びてるからね、そういうの見つけながらこういろいろやってると、現在ねこれ作業を始めてなんですけども、だいたい今4時間ぐらい経過してます。4時間ね、うん、だいぶ時間経ってます。もうね、本当大掃除になるとね、本当ね5時間6時間コースなんで、本当に時間がある時じゃないとできないというか、まあ、そんな感じですね。ということで、まあ、続いて、まあ、ぼちぼちとやっていきたいと思います。一回右の流木も出して、ちょっとボルビリスをちょっと付け直さないとなっていう感じですね。もしくはもうあれかな、あれにするか、石につけてあれしようか、うん、それか上だね、ちゃんと上をちゃんと確認してやらないと、はい、まあ、そんな感じでございます。ということで2回目の水入れです。せーの、まあ、バケツでね、入れてくるんで大変です。大体1回に、ね、15リッターぐらい持ってくるんで、単純に15キロですよね。15キロね、ここまで持ってくるのが、なかなか大変です。前をこっからさらにね、1杯ずつ入れてたりしたから、ほんと大変だった。まあ、構図はとりあえずまあこれでいこうかなと、うん、思います。もう基本陰性水草はメインなんでね。あと濁ってたからちょっと分かりづらいとこもね、多かったんで、まあそのうちね、そのうちなんかこう、もうちょっと育ってきて変だなって思うとこは、修正、その都度ね、ちょこちょこ修正していきたいと思います。大型構図できました。基本比率としては右が3、左が2にしてます。だから、まあ、もうちょっと右を出してもよかったんかな、それで言うと、はあ、まあ、そんなところで、ちょっともっさり感多少ありますけど、しばらくこれでいきたいと思います。今日は久々の大掃除でございました。汗びっしょりです。作業時間はなんと、6時間ぐらいかな。何時間？5時間半、5時間半でした。ちなみにこれ陰性水草ね、捨てる分だけでこんだけあります、かなりの量です、まあ、今からもね CO2 添加はしてるので、多分まあ水の調子がそんなに崩れない限りはガンガン伸びていくと思います。で水も向こうに当たって下に落ちるんだけど、まあ、あの辺の流木とかあの辺でこうある程度分散されてるので、おそらくは、なんていうのかな、コリドラスとか、この今、グリーンテトラって、グリーンテトラはちょっと、遊泳力があんまないので、あんまり流れすぎると、ちょっと、っていうとこだったんですけど、まあ、今のところね、下を泳いでるんで、まあ、やっと、あの辺が見えるようになったかなと。今、ずっと見えなかったからね。はい。というとこでございまして、今日は終わりたいと思います。作業時間、5時間半。お疲れ様でした。ということで、また次回。お疲れ様でした。